はい、こんにちは。今回は英雄と悪役ボクサーとの対決を紹介いたします。フリオ・セサール・チャベスはデビュー以来89連勝、3階級制覇王者、1試合の観客動員数が13万人など輝かしい偉業を達成したメキシコの英雄です。対するヘクター・カマチョは速いフットワークと連打で同じく3階級を制覇しました。カマチョのスピードあふれるパンチがヒットしても、チャベスの頑丈で鉄の顎にダメージを与えることは至難の業です。終盤あたりからチャベスのプレッシャーが強くなり、カマチョはたびたびロープに詰まり、チャベスの強い上下の連打を浴び、徐々に自慢のフットワークの冴えがなくなっていきます。チャベスのボディ攻撃は非常に強烈で、上下を打ち分けるコンビネーションで多くの KO を築いてきましたが、カマチョもボディが効いてきて足が使えなくなりました。チャベスは旺盛なスタミナを誇りますので、後半も手数が多く、最終ラウンドもカマチョを圧倒します。ルイス・ラサルテ。ルイス・アルベルト・ラサルテはキャリア63戦の中で4回も反則負けをするなど、悪質なラフファイトが多く、ヒールとして有名なボクサーです。地元アルゼンチンでカシメロと戦った時もラフファイトを行い、荒れた試合になりました。ラサルテが初めてアルゼンチン以外で試合をしたのは、 WBC 世界フライ級王者ポンサクレック・ウォン・ジョンカムに挑戦した試合で、敵地にもかかわらず初回からラフファイトを仕掛けました。ポンサクレックはラフファイトを仕掛けられても冷静に対処し、2ラウンドに左のカウンターパンチでダウンを奪いました。フィラデルフィアの貧しい地域で生まれたバーナード・ホプキンスは11歳の時に大麻を吸い始め、13歳の時に強盗を始め、17歳で暴行と強盗の容疑で有罪判決を受け、刑務所に服役することになりました。デビュー戦は負けましたが、30戦目に IBF 世界ミドル級王者となり、2001年にミドル級王者によるトーナメント戦の決勝戦でトリニダードと戦いました。
統一戦ではチャンピオン同士でありながら、ファイトマネーに大きな開きがありました。予想とは反し、3階級制覇王者でありボクシング界の至宝と認知されていたトリニダードが一方的に打たれ、劣勢のままラウンドが進んでいきます。チャンピオン of the world Bernard the Executioner Hop。 グルデラオー Bernard Hopkins。 WBA、 WBC、 IBF 世界ミドル級の統一王者バーナード・ホプキンスが、 WBO 世界ミドル級王者オスカー・デラホーヤと世界ミドル級4団体統一戦を行いました。デラホーヤはスーパーフェザー級から階級を上げ6階級制覇を成し遂げたのに対し、ホプキンスは1995年に IBF 世界ミドル級王座を奪取して以来、9年以上も世界ミドル級王座に君臨しているのです。試合展開は、序盤はデラホーヤが手数で勝り主導権を握りましたが、中盤からホプキンスのプレッシャーに劣勢となり、第9ラウンドにホプキンスの強烈な左ボディブローをもらい、キャリア初の KO 負けを喫しました。ホプキンス。元2階級制覇王者のリカルド・マヨルガは、リング外での傍若無人な言動が有名で、試合発表のプレゼンや公式会見のフェイスオフで、ちょっかいや罵倒がきっかけで、たびたび乱闘を引き起こしております。マヨルガは、アマチュア経験がないのですが、プロ入り前はトラック運転手が集まる食堂に行って、自分よりはるかに大きな男と喧嘩をしてお金を稼いだり、ギャングのリーダーをしていた時期もあったようです。マヨルガのファイトスタイルは、重い左右のフックとアッパーを振り回すラフファイターで、リスクを顧みず、勇猛果敢に打ち合いに挑み、倒すか倒されるかという勝負をし、その勝ちっぷりと負けっぷりの激しさから、非常に人気のあるボクサーなのです。マヨルガの名が世界に知られた試合は、バーノン・フォレストとの WBA、WBC 世界ウェルター級の統一戦です。フォレストはオリンピック出場経験があり、プロ転向後はシェーン・モズリーを破って WBC スーパーウェルター級王座に戴冠しました。一方、WBA 王者のマヨルガはアマチュア経験がなく、デビュー戦も TKO 負け、そして洗練されていないスタイルなので、誰もがフォレストの圧勝を予想していたのです。
マヨルカがこの一戦で有名になったのは、番狂わせを起こしただけではなく、リング上で喫煙を行った彼なのです。オスカル・デ・ラ・ホイヤ。マヨルカは世界ウェルター級王者に続き、 WBC 世界スーパーウェルター級王者も獲得し、初防衛戦にオスカー・デ・ラ・ホイヤを迎えました。ゴールデンボーイと呼ばれるデラホイヤにとって、この一戦はホプキンスに KO 負けを喫して以来1年半ぶりの復帰戦で、試合前から問題児のマヨルカが挑発を重ねましたが、試合はデラホイヤが圧倒的なスピード差を見せつけ、6ラウンドに2回ダウンを奪って TKO 勝利で復帰戦を飾りました。